クラッシャー上は高千穂春による SF 小説シリーズ。1970から1980年代の日本におけるスペースオペラの草分け的存在である。1983年に小説のイラストを手掛けている安彦義和が監督する劇場用アニメーションが公開され、1989年には OVA が制作された。また、 コミカライズも何度も行われている。舞台は22世紀、2160年代の宇宙空間。西暦2111年、人類はワープ機関を完成させる。以後、宇宙開発は一気に加速、他の構成経営への進出が進む。しかしそれには、宇宙航路の整備、移住先の惑星の環境調整など、難題が山積していた。 西暦2120年頃、そうした荒ごとを専門に受け負う者たちが出現を始める。それがクラッシャーと呼ばれる人々だった。彼らは膨大な数の惑星を居住可能なものに改造し、人類の銀河開発の先兵となった。西暦2129年の惑星トプロスの独立宣言を皮切りに、惑星国家の時代が到来。 人類の歴史は一つの太陽系を一つの政治国家とする太陽系国家の時代へと変わっていく。西暦2134年、独自の宇宙軍を保有する銀が連合設立。西暦2143年、地球連邦はそれまで惑星単位だった国家の規模を太陽系単位に改め、新たに太陽系国家ソルとして生まれ変わった。これをきっかけに、 太陽系単位の改造は急ピッチで進んだ。それから20年近く経過し、8000の太陽系国家が連合に加盟し、銀河は安定と繁栄の頂点を迎える。しかし、その陰では、非合法組織や宇宙海賊もその勢力を伸ばしていた。惑星改造を主な仕事としていたクラッシャーは、そうした荒くれ者との揉め事も引き受けるようになっていく。クラッシャーとは、 宇宙時代に登場した何でもや的な宇宙生活者のことである。もともとは惑星開発に従事し、テラフォーミングを行っていたため、壊しア,シアエコールクラッシャーと呼ばれるようになった。護衛、危険物の輸送、人命救助、その他、犯罪員以外なら、報酬次第で何でも引き受けるため、人によっては、ただのならず者とみなすこともある。しかし、実際は、 非合法なことはやらず、自分の仕事を完璧にやり遂げるために、様々な技術や専門知識を身につけた宇宙のエリート集団である。シンボルマークは、流星マークと呼ばれる、三本の光状を引いて飛ぶ、山吹色の流星。チームシンボルはこれに、リーダーのイニシャルの飾り文字を組み合わせる。チームのメンバーは、クラッシュジャケットと呼ばれる、共通のデザインの制服を着用している。 このジャケットはメンバーごとに上着の色が異なり、個人識別に使用される。また、防弾耐熱で機密性も高いことから簡易宇宙服や潜水服にもなり、様々な隠し武器も装備されている。主人公上とその仲間たちはそのクラッシャーのチームの一つとして様々な事件に挑む。後実するドレークやエギル以外にも、劇中にはいくつかのクラッシャーのチームが登場する。 映画版とそのノベライズ版虹色の地獄には惑星改造などの大技を得意とするクラッシャーケビンが虹色の地獄には危険物輸送のエキスパートであるクラッシャーガレアが登場する声はアニメ版クラッシャー上は人類が居住可能な惑星へと進出した宇宙時代を舞台に宇宙の何でもやクラッシャーのジョーの活躍を描いたスペースオペラで 1977年に第1巻が朝日、そのラマ、そのラマ文庫より発売された。以降、本編第10巻までは、そのラマ文庫より発刊されていたが、第11巻以降は、早川書房、早川文庫で続刊中。2000年から2003年にかけては、そのラマ文庫より当時期間だった第1から8巻と、別巻1.2巻までを改定して発売。 本文の修正を行い、安彦義和によって、第1から7巻目の表紙カバーイラストが以前と同じ構図で、別巻1巻は新たな構図で書き直された。なお、第8巻と別巻2巻は安彦自身がイラストに不満がなかったため、旧版と同一である。2007年の朝日ソノラマ解散により、出版元を早川文庫に移行。またそれに伴い、 そのラマ文庫で発刊されていた1巻から10巻までの表紙カバーイラストを一新し、新たに口絵を挿入して刊行また、別館1は、そのラマ版では、差し絵代わりに映画のシーンが挿入されていたが、早川版ではない。カセットブックは、小説の内容をもとにしたシナリオを声優が、ラジオドラマ形式で演じたもの。劇場版、クラッシャー上は、 1983年3月12日に小竹富士系にて公開された。原作のイラストも手掛ける安彦義和の初、監督作品であり、監督、キャラクターデザイン、脚本、絵本で、作画監督の語訳を担当。内容ワードやコワルスキーの設定など、原作とは一部設定が異なる。高千穂は、映画版は小説をもとに、 映画用のストーリーを新たに構成した同じチームを主人公にした別の世界の物語と思って読んでいただけると良いかも知れないと映画版のノベライズ版虹色の地獄の後書きでコメントしているメカニックデザインもスタジオヌエの川森正春が映画用にリファイン新設定を行ったこれらのプラモデルが宝と日東科学教材から発売された 巡洋館コレドバが宇宙で回答するシーンの作画は、デザインの細かさに作画スタッフだった佐藤元が泣かされたという。物語の本筋には無関係だが、入国審査の対象者やディスコの客、海賊などスタッフが関わったアニメのパロディや、関係者をモデルにしたモブキャラなど、業界ネタのお遊びが散りばめられているのも特徴である。 以上、生き物など有名漫画家たちが提供したスペシャルデザインも話題作りに一役買った。劇中でジョーラがダーティペアが登場する映画、ダーティペアの大冒険を見る場面がある。この劇中映画の声優は、後年のアニメとは異なり、二人のモデルとなった元スタジオネーの女性スタッフが演じている。制作画面サイズの比較。緑色の四角形がスタンダードサイズ。 赤がビスタサイズ、青がスコープサイズである。安彦義和の初監督作品である同作は企画から2年がかりで制作された。通常の劇場アニメはビスタサイズに対応した動画用紙を使うが、当時のサンライズの場合は通常の動画用紙の上下を切った貧乏ビスタを使っていた。本作も同様でオリジナルフィルムはまず地上波。 アナログ TV の横立て比4、3に近いスタンダードサイズで制作され、劇場公開では上下部分をクロップ加工することで横長である、ビスタサイズで上映された。なお、2013年7月に日本映画専門チャンネル HD にて放送された際には、オリジナルフィルムに縦黒帯を左右に付加加工するピラーボックス処理を施すことで、画質がほとんど維持されたまま16。 休暇された。安彦を中心に設立された作画スタジオ、九月社が本作の作画の中核を担った。九月社には、安彦の信頼が厚いアニメーターが席を置いて、作画に当たり、実に全体の半分を手掛けたとのことである。なお、九月社の設立は、劇場用映画、機動戦士ガンダム 2i、戦士の作画作業に当たっていた1981年で、巨神。 ゴーグの制作終了まで存在していた。9月社で作業をするアニメーターにはそれぞれ担当キャラクターが割り当てられ、そのキャラクターが活躍するシーンでは担当アニメーターが原画をメインで手掛けるというスタイルが取られた。例えば、ヒロインアルフィンが画面を占めるシーンの原画は佐藤元が主に手掛けており、佐藤はアルフィンがキーボードを叩くシーンでは女性らしい手や指の 動きを心がけて作画したことを語っている。また部分的に CEG も導入されており、この際使用されたコンピュータは、佐藤の私物の日立ベーシックマスターレベル3。反共同時期に、現魔大戦、宇宙戦艦ヤマト艦決編と公開が重なり、1983年春のアニメ、映画工業戦争と呼ばれた。この3作品で、工業成績は、現魔大戦が、 トップで、ついで、宇宙戦艦ヤマト完結編となり、本作は3位だった。本作の配給収入は6.6億円。アニメファンの支持を集め、アニメージュンが主催する、第6回アニメグランプリ大賞を獲得した。なお、同誌では、公開まで、佐藤元や吉永直行ら所属スタッフの描く漫画や、イラスト、そしてコメントで9月社での出来事や制作エピソードを、 迷号を紹介していた。サウンドトラック、クラッシャー上は、オリコン LP チャートで最高9位を記録した。原作者高千穂遥かの移行により、完成前に急成した、当時の日本サンライズ前社長の岸本義しも、制作者としてクレジットされている。公開から1年後の1984年4月3日19時30分21時48分には、テレビ朝日系列で、 春のアニメスペシャルとして放送された。スタッフキャストキャスティングについて、高千穂春は,は映像家に際しての原作者の意思が尊重されるべきという考えを持っており、キャストは彼のイメージを重視して決定されている。小原の子、こ、ナヤゴロはクラッシャー上大研究で高千穂から指名があったとコメントしている。竹村拓は当時すでに役者を廃業していたが、以前所属していた。 劇団賞ビザで作成したデモテープがなぜか先行に紛れ込んでおり、それを聞いた高千穂が条約に抜擢した。このことが竹村が演技の世界に復帰するきっかけとなった。音楽関連書籍関連書籍模型クラッシャー上、氷結監獄の穴1989年2月5日にバップから発売。クラッシャー上最終兵器アッシュ1989年6月5日に、 バップから発売。第7回日本アニメ大賞のオリジナルビデオアニメ最優秀作品賞を受賞。1979年に宿命のパンドーラに世、復讐期の早々の2作が漫画少年に掲載され、1982年に漫画少年の後継し両別冊として出版された。漫画家、細野藤彦のデビュー作で、 当時所属していたスタジオヌエの社長だった高千穂の指名で描いたものである。1983年に書き下ろしセントジェルミの伝説と合わせて朝日ソノラマ3コミックスで単行本化された。1993年に審判観光。1999年にセントジェルミの伝説のエピソードをメインに漫画のコマに音響、映像処理をし小屋手をした。 漫画ビデオが発売された。収録時間は80分。声の出演場、林信俊、アルフィン、山崎若菜、タロス、柳田清リッキー、竹内純子2001年に、上記と漫画少年掲載話、スターダストストーリーを収めた、メディアファクトリー文庫版が出された。内容の改筆、修正、削除をしたため、新旧の画風が入り混じる内容になっている。 この間、数歩みによる、クラッシャー上は、講段社コミックボンボンに1982年12月号から1983年4月号まで、連載された。ストーリーはオリジナルである。単行本は発売されていない。ハリー・ユーによる、クラッシャー上リバース。講段社イブニングに2017年19号から、不定期連載されている。玉豊かによってデザインされ、 1983年に、つくだホビーより、ボックス版にて発売された。PC9801VX、UX 以降およびエプソン486用、ソフトウェア、陥落惑星の陰謀が、ファミリーソフトより発売された。クラッシャー上リバースに関するカテゴリー。ありがとうございます。